ともよ、こんにちは。どうですか、今日は。今日の題は、大切なあなた。これについて考えましょう。私の想像に過ぎないんでしょうけれど、私は神様はこの大宇宙を一つの、まあ、組み合わせというか、パズルのようなものですね、と見ておられるんですよ。それは大宇宙の、まあ、太陽系とか、天体とか、星とか、その物質世界だけではなくして、それだけではなくして、私たちの地球に住んでいる人間、人類も同じです。一つのパズルのようなものですけれど、その中に私たち一人一人、小さな役目、小さな部分があると思います。神様から与えられているものです。まあ、呼びかけというか、人生の仕事というか、いろんな言葉ありますけれども、役割とか、大切なものです。私はある時、103歳のおばあさんにお会いして、そのおばあさんは、どうして私はここにいるんですかと聞かれたんですよ。その時私は、おばあさん、あなたの存在は大切です。あなたはいろんな苦労、戦争とか、それからまた、いろんな体験あって、今元気な姿を見せてくださって、私たちには大きな励みになります。あやかりたいんです。あなたは大切なお方ですよ、と。またその通りです。一人一人、みんな大切な使命を持っています。ではまた明日お会いしましょうね。明日まで。